名古屋市立川明中学校は、名古屋市昭和区楽園町にある公立中学校である。通称は川中。朱子の少年親少なくなりがたし一寸の行員。カロンズべからずみまだ覚めず池頭。春草の夢が今への青霧はすでに、秋声という詩をもとに作られている2015年。現在1年生が30人、学級2、3年生が35人学級であり、全学年 A から E までの5クラスで構成されている。2021年1月30日現在1年生、2年生は5クラス、3年生は4クラスで構成されている。3年生が少ないため4クラスだが来年度からは5クラスになると思われる。クラスは A、B、C、D、E でアルファベット分けがされている。学年カラーは赤、青、黄の3色。クラスカラーは A、黄色 B、オレンジ色 C、水色 D、紫色 E、赤色。校舎は1年生が北館、2年生が西館、3年生が本館を使用している。執行部は会長1名、副部長1名、書記2名、会計2名の6人で構成されており、その他に学級委員会、体育委員会、図書委員会、保健権委員会、学習委員会、広報委員会、理科委員会、生活委員会、選挙管理委員会から成り立っている。また、1ヶ月に1回、執行部及び各委員会の長が集まり、生徒議会を行う。男子は爪襟の学ランであり、ボタンに校章が入っている。女子はセーラー服であり、襟の3本の白線が胸の途中で止まっていることが特徴である。また、冬には黒色。または紺色カーディガンの着用も許される。ありがとうございます。